Yo, let's get started. I'm not that too kind, Una Dutu. That's the cutter pot. Oh, but there's the booty booty present. Oh, so I talk, I talk, I suffer. Give me another gas, save me down. It's more than enough, Peter. Got you, I don't want to get you like that. Yeah, talk, I'm not sure. Only your お前らと一緒ならのきとだけどペッパー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 
色物に対して黒かって言うのかと思ったら緑色、それも色だぜお前頭いろいろ、人生いろいろだぜ肝に据えとけ。危ねえ危ねえ、シーマンもそうか、燃えるゴミもそうか、それで突っ立ったのか、どう考えてもバディマン発見発見火つけなが危ねえ落選、落としにしてるぜビーアンダトッカラエリア、お前の目にはマスメディア、なすべきは各メディア、紫のラブレチナ発で決まるよ。レディファイボスはスタミナ切れで落ちる、相手スナッキー目の前ケリーが立つ、サウンドシステム完璧、30周年おめでとうボトムライン、俺はこいつベースラインうまいこと乗せる、スネアハイハット隙間ねじ込む言葉とポイズの頭ソフトオブマイクロフォンというバトルでオーダー、 yeah, yeah, バトン受け取るぜ、アッソハッソのみで発想とビー、30周年めでて俺燃えるシーマサンタってサーティスビーダーティグリーン回せぜ柑橘系柑橘系のシーオレンジ今日持ってきてるちょうどいいから後でスーリラックス、そのスウェットのようにフロー、 yeah. レディーファイどうかそれは封印、シェイカー笑っていないから封印、あのラインにやられたって帽子のスーパー、投げながら俺のスーパー飛ばしてワンバースーパー、何でもいいぜワンバックなラップで、ただ単に誰かの首揺らす心揺らす、いつもの通りのラップじゃない場所でもラップにラップしてるのがコーチトラ、もちろんラップの融合、ここでどんなフュージョンとセッションができるか、ははいって言うと思わせ証言一切無視して俺自己紹介、伊藤潤、どうも毎度改めましてジェバと申します。 TK 君、俺三重県稲部郡公院長がレペゼン、地元はどこ、埼玉の方でしょ、仲良くやりましょうや、難しいことを考えず遊びましょうや。毎度先行の専門職やってまいりました。ガードマンのこと嫌いじゃないんだよね、無理にディスする MC バトルとか卒業したいとこですわ。 YouTube 面白いし、だが一つも物足りない。 MY 君はどこに行ったのかな。キャピーンだけじゃ俺の第三の目がキャピーンするわけないから、お前の下の第三目をキャピーン。お前ここポン当たったけど、お前ポンズサインだ、死んでんで。さっきのバトルみたいにおしゃべんだ。マジでこいつこういうとこあるよな。ダンスよ、もうほんまに思うんだやろ、こい大人やのにこんなんなんとかマジでダサいね。何が俺のラップか、ダンスのレッスン違うだろ、スキルのレベル。あれはいつだったか結構前、お前とだったな忘れてない、新宿の地下あそこから力、どんくらいお前は続けてきたのか。 Hey yo、 マイクに込める意思はライムだけじゃなくて、やっぱ伝えたいっすって意思、それがなければダイス振ったって前には進めない、俺はラップを薄めない。Yo、 わかるけどもよ、声でかいだけじゃ声でないかべ、声量じゃねえ戦闘態勢を持ってるのじゃ、俺はクール、何が悪い、インタ系よく言われたよ、だがライムは必要不可欠だろ、それがヒップホップアンセムだと分かってるから、頭も回ってる、分かってるお前逆に、そう早口のいつも同じスタイルじゃレップ関西一網打尽。分かるよ、俺もずっと出続けてるし、まあなんなら別にそれが悪いこととも思わねえよ、あんたにも俺にもある一理ある、間違いなくあんたの話にも一理あるけども、俺も一理あることをやりに来た、今日は新平さんに腹持たせるために絶対に負けらんねえんだ、あの日のチャンプも今じゃ倒せるぜ、若手の背中意外と頼れるぜ。いやいや、仲間が大事なら新兵座だけじゃなくガードマンにも花を持たすべき、俺たちはしっかり賞金は3人で分ける、いやケニーもいるから4人で分ける、その後みんなでいろんなもん食べる、その後キャンディーとかも舐める、靴は買っちゃうかも、えなめる、稼げる、終了、レディーファイ。なんだかんだ言ってこれが最後、相手はガードマン、何を守るかわからん、でも大丈夫、頭中真っ赤っか、赤くなるとこ青と赤真っ白とこ、君が西陣でまた飛び出て見える 3D だけど立ってる今4次元ヒップホップ、うちのボスがダスとスティー、またかまんスティー、このバトルは過酷だけど後ずさることはなくし、ポップで加速、ガードマンが最後超えるハードル、何を守るって仲間や家族、それがあればいいだろ、まるで死んだことだけど蘇る不死のように、俺たちはもう一度ヒップホップ合唱一を。はい、というわけで優勝は JCP チーム、お疲れ様です。いや、おめでとうございます。ちょっと呂布さんが今お忙しいところで、ケイリーさんとベース君ちょっと先にいろいろ聞こうと思うんですけど、今
どうでしたかね、2人とも。ただバトル今日の感想とかなんかあればぜひ。あんま出番が2人とも強いんで、で出番もなかったんですけど、はいはい、まあ、でも自分の感覚をこう取り戻しながらやっていく感じは楽しかったですね。でも結構やっぱケイリーさんのやっぱラップ聞くとすごい俺は上がるんですよ。だしそのなんだろうな、なんかそ一番最初戦国でなんかそうお呼びした時も、はい、なんかあの縁があって、であっから結構10年ぐらい経って今こうやって名古屋に来てイベントを出してもらって、でなんかこのチームが優勝したっていうのはなんか自分的には結構なんか熱いなって思っちゃって、なんかなんだろうな、結構周りは若い子ばっかじゃないですか。ケイリーさん的にどんな感じで思ってた今のシーンみたいな。まあ多分みんなが思ってるのと同じような感覚ですね。上手い人もめちゃくちゃ増えたし、間口が広まった分だけ、若い子たちとかすごいじゃないですか。上手いやつらの見てラップ始めてる人たちが大半だと思うから、まあ、スキルは全部底上げされてるし、面白いなと思う反面、個人的なあれですけど、やっぱりそのテレビを上手いこと使っとる人たちと、テレビに使われてる人たちとベースやっぱちょっと見えたりします、ね、僕なんかあんま自分の中のヒップホップのテレビっていうのは選択肢というか方法はないので、なんでまあ時代なのかなと、嫌ともいいとも思わないです。まあでも順調に育ってきてるのかなっていう感じはありますね。なんかありがとうございます。今日、まあ本当結構ケイリーさんが出てくれることは結構皆さん事件だっていうことを結構伝えたいですよね。そうですね、僕ね、そうだよね、本当ね、本当そう思います。で、今日戦った中で、出てる MC とか、自分以外でもいいんですけど、印象に残ってる試合とかあります？あります。一番決勝のやっぱシンペーターとヨフカルのボス。うん、うわ、あれ前の大会、ここで名前言っていいか分からんけど、前の大会だったじゃないですか。大戦ですよね。そうそう。あの時も、レイアンと俺と3人で、後ろから見とった景色が、全然違う景色になったわけじゃないですか。もう、やつが勝ったことによって。もう、後ろちょっと泣きそうになったんですよ、マジで。あれ全部ひっくり返って、またドラマが生まれるんだみたいなのが見えたんで、それがすごいやっぱ印象強いですね。あと、ミメ。はいはいはい。ミメイク。はこれ動画になるんですよ、ね。動画になるんですよ。ミメイ君は後で見たら多分やたら聞くラインとかがすげえあったと思います。うまいし、まあ、すげえ言うのは当たり前として、うまいことも言っとるし、若いのにそこはすごいなと思って。結構ケイリーさんがミメイ好きっていうちょっとなんか嬉しいですね。好き嫌いって言えば嫌いですもんね。いやいや嫌いじゃないですよ。好きではない。嫌いじゃないですよ。これから知っていきたいなと思ってます。優しい。謙虚に行こうと思ってます。じゃあちょっとベース君はどうですか、今日の大会は。いや、優勝したんで、まあ、それで成功ですなって言われます。優勝のことじゃないですか。あまり覚えてないんで。楽しかったなっていう。ありがとうございました。あのちょっと本当に一つよくなって、ベース君の試合、あの放送できない。だから見るべき。ぜひベース君の試合結構カットになってると思うんで、それベース君が言っちゃえろって言ってるところなんで、ちょっとね、YouTube なんでね、なるほど、はい、気をつける。気をつけてください、本当ね。はい、今後の何を気をつけるんですか。気をつけなくていい。そうですよね。今後は分かんないですけど、聞こうに気をつけてもらえる。そう、間違いない。うまいこと耳塞いで、本当にいいだけ思いました。そうします。ただだよ、YouTube。そうです。まあ、そうです。いや、ちょっとそうですね。2人とも今後の活動とかについて、ちょっと、なんか宣伝とか最後にあれば。はい。あれですね、きっと。はい、ぜひ。まあ、うちら周りの話ですけど。はい。まあ、BBQ ってチームやってるんですけど。はいはい、そうです。僕。そこでもなんか動きがあるし、まあ、今日のこれで一つのきっかけで、またボンと動きが。しやすくなるのかなっていうのもあるし、自分のソロも2020年は出していきたいと思って、去年まで全然やる気なかったんですよ、いろんなことが。
で今年はなんかそういうのも全部洗い流せていい感じでスタートできたのでやっていきたいと思います。 BBQ でも出すんですか？出したいですね。この間配信出したんですけど、はいはい、行きました。かっこよかったです。辞、はい、めた人間の人よ、いまだに連絡も取れんもんで、ね、もう一曲あるもんで、ね、それは配信出して、まあ、フィジカルで一作品、BBQ で一作品出せたらいいな。すごいよ、皆さん、バトルで。じゃあベース君の方は何かあれば、東海グールも1匹作ってるし、俺とライトミンってやつで出した EP ザビエさんのライブガンガンもあるんで、俺も作ってるし海越えます。ありがとうございます。戦国もいろいろ名古屋でやることが多くなるので、ぜひまたよろしくお願いします。本当に今日は本当にありがとうございました。本当にケイリーさんがバトルで泣きそうになった話聞いて、ちょっと結構累戦は緩くなっていく一方なんで、まあでもそれを置いといてもすごいいい大会だと思います。ありがとうございます。ビートさんは今日来てないですか？ビートさんも、これ知らない人がビートさんもむちゃくちゃラップうまいんで、もうぜひね、僕の戦国とか MC バトル初期衝動っていうのは、やっぱ本当、ケイリーさんとか、ビート君、ビートさんとか、まあ、ブラボーさんとか、本当そういう人にあるんで、ぜひ皆さんチェックしてください。今日はありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。